皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。ちょっとまだ引っ越ししたばっかりで後ろがすごく散らかってるんですけども、今日は皆さんにおすすめしたい、商品があるのでちょっとお伝えしていくんですが、まあ何かっていうと、頑張ってあげてみよう、無理ならやめよう、顎を連れてくると思います。いや、頭いいわ。で足ね、でネジ、このネジをただ穴に入れていくだけっぽいので入れていこうと思います。こうやって手で穴にグリ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 って入れていくだけ、めっちゃ簡単。じゃあ4本目、てこの原理車椅子で、下の方をこう押さえて体重を乗せたらいけるんじゃないかな。お、来た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 、あ、そう、はい、来た、いいんじゃないですか。全部できちゃうかもしれない。カッター厳禁って、こんな入れないから、はい、よし、まずクッションさんね、くちゃいくちゃい、引き出す、
け終わって、あとここの金具とここの金具をガッチャンコして3人掛けにしなきゃいけないんだけど、さすがにそれは無理だよねっていう振りを踏まえてやってみたいと思います。どう考えても無理な気がするな。いけんのか。両方せーの。両方。結構そう。パタパタしてるんですけど、なんか。なんで？あ、頭いい。このままいけるはず。このまま。ガッチャンコできるはず。あ、できてなかった。ガッチャンコは無理です。できません。ガッチャンコはさすがに無理でした。諦めました。明日友達が来てくれたらやります。まあでもこんな感じですね。すごっ。こんな感じ。組み立てた。えら。こちらエアーベッドですね。引っ越ししてきてこっちに来て2日経ちましたが、今日今午前8時ですけど、今日の午前中にベッドが届くんです。なのでこの2日間はこのエアーベッドで寝てました。で今回初めて買って、使い心地とかはどういう感じで、この膨らますのとかっていうのをまず説明していきたいと思うんですけども、商品としては、まあ、楽天で、売ってるもので、メーカーさんがですね、インテックスっていうのかな、のエアーベッドの、屋内用で、これはダブル、このサイズはダブルになります。でシングルもあるんですけど、ダブルのこのサイズはですね、横幅が137センチ、縦が191センチですね。で、もう本当に簡単なんです。電動ポンプ式で、まあ、コンセントは必要です。必要、まあ、基本的には必要です。ただ電源がないところでやる場合も一応手動でシュポシュポはできるみたいなんですが、これ今膨らましたもう状態なんですけど、操作は本当に簡単で、スイッチがですね、この3つしか3つというかマークが3つしかないんですね。四角いのが停止で、矢印、これ上に向いてるのが空気を膨らます時で、これが空気を抜く時になります。で結構音がすごいんですが、まあ、まず一回入れてみましょう。入れると今結構こんくらいの柔らかさだと思うんですけど、横にスライドして、止めると止めてこんな感じになります。200キロくらいまでは耐えれるそうですね。なので大人が2人寝ても全然大丈夫です。で空気抜いていきます。そしたら矢印このこっちで、どんどん空気が抜けていきます。ダイソンとかの初期
ぐしさとかなのかな。こんな感じでぺっちゃんこになりました。で、折りたためるので、折りたたむとこの付属でついてくる袋に、まあもともと入ってきたんですけど、ダブルがこのサイズ感まで収まります。シングルだと多分もうちょっとちっちゃいのかも、ちっちゃいと思いますね。なのでこれに入れてもう収納しておくって感じです。で、私の使い道としては、基本的には来客用で試しに準備してみたんです。あとその例えば災害時、まあ、電気って結構早く復旧したりするので、まあ、電源あったら使えるかなとか、電源じゃなくてもシポシポで頑張ればできたりするので、まあ興味がある方はぜひちょっと試しに買ってみて、どんなもんかなっていうのを使ってみてください。本当にただ、まあ、ここのマンションは結構隣近所の音、今のところは聞こえないんです、住んでるんですけど、ただそうじゃない、結構すぐ音気になるよっていうところだとうるさいってなっちゃうかもしれないのは注意です。はい、ということで今日はベッドの紹介でした。この動画がいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では、本日も最後までご視聴ありがとうございました。